ありがとう。鳴りやまぬスタンディングオベーションの中、東山紀之は何度も頭を下げ、客席に別れを告げた。11月23日、東山の主演舞台チョコレートドーナツが名古屋市で千秋楽公演を迎えた。東山は旧ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて、年内で芸能活動を引退し、スマイルアップの社長業に専念する。この日が俳優としてのラストステージだった。東山は85年、少年隊のメンバーとしてデビューして以来、音楽活動や俳優業、司会業、タレント業など幅広く活躍してきた。そのため、未だ引退は、残念すぎる。これで終わるなんて残念。引退だなんてもったいないよ、引退なんてもったいない。絶対現役で続けてほしかった。見れなくなるのはとても残念ですと惜しむ声が後を絶たない。9月に開かれた会見で被害者と向き合う姿勢を示す中で、夢や希望を握りつぶされた彼らと夢を諦めた僕とで、しっかり対話をするということがいいのかなと思いますと語った東山。道半ばで夢の舞台から降りる辛さをにじませたが、それもそのはず。壮絶な幼年期を乗り越えたどり着いた場所だったのだ。66年9月30日、神奈川県川崎市に生まれた東山。人生最初の記憶は、父方の祖父が酒に酔って暴れ、ポットの熱湯を生後8ヶ月だった自身の足にこぼされた痛みだったという。この火傷によって東山さんの左足の指は変形してしまいます。これは後にダンスを続ける際の支障となりました。東山さんが筋トレを続けているのは、この変形による体への負荷を減らすためなのです。祖父と同様、大酒飲みだったという父。それだけでなく、父はギャンブルにのめり込み、家にまで借金取りが押しかけてくる事態に。当時の様子について21年1月放送の一周回って知らない話。&今夜比べてみました合体4時間 SP で、東山はこう明かしている。母が、玄関で正座して座って、その前に包丁が突き刺さっているっていうのは記憶には残ってますけどね。そして、東山が3歳の時に両親が離婚。母は、女手一人で東山と妹を養うため働きに出たが、それにも限界があった。東山さんは、貧しさのあまり、近所から残り物の豚足をもらって空腹をしのいだことや、遊ぶお金がなかったため。もらった戦闘台でゲームをやり、その代わり学校のプールに忍び込んで体を洗っていたといいます。母親は朝から晩まで働き詰めだったため、東山さんと妹さんがご飯と味噌汁を作る係をしていたそうです。東山が小学4年生の時に母は再婚したが、今度は継父の暴力が襲う。その壮絶さについて、10年6月に出版された次女川崎キッドでこう綴っている。飯を炊いていない、口答えすると言っては、たちまちげんこつで殴られた。最初はあんなに優しかったのに、やり方は激しさを増していく。自分の教育方針が通じない鬱憤も溜まったのだろう、1年も経つと狩猟が増え、よってはこの野郎。とわけもなく殴られた。追い詰められ、親に殺意を抱く子供の気持ちも僕にはわかる気がする。家庭から逃げ出したそんな東山にとって転機となったのが、ジャニーズ事務所への入所だった。小学校の卒業を目前に控えた春先、NHK ホールで、レッツゴーヤングの公開収録を見た帰り道にジャニー氏からスカウトされたのだ。訪れた稽古場でダンスを学ぶことが次第に楽しくなっていった上、常に空腹だった東山にとってはレッスン後に、ジャニー氏が焼肉やハンバーガーショップに連れて行ってくれることが何より嬉しかったという。そして、高校生になり家を出て合宿所での暮らしを始め、85年12月に少年隊として仮面舞踏会でレコードデビューしたのだった。バク転やバク宙といった少年隊のアクロバティックなパフォーマンスは多くの人を魅了。翌年には、レコード大賞など、新人賞を相次いで受賞し、紅白歌合戦にも出場した。デビューから30年以上経つ今も、当時の CD が高値で取引されるなど人気は衰えない。壮絶な生い立ちを経て、芸能界という輝かしい世界で功績を築いた東山。皮肉にも、その夢を奪ったのは、チャンスを与えたジャニー氏だった。今後、ジャニーズ事務所の長男は、被害者の救済に人生をかけて取り組んでいく。あの時逃げなかった東山紀之と語られるのはいつだろうか。